ドイツでルターによって宗教改革の火蓋が切られた頃、スイスでもほぼ同時にツビングリによって福音主義的改革が進行していた。ツビングリは改革の半ばで戦場に倒れ、その事業は頓挫したが、ジュネーブにカルバンが現れ、より厳格な改革を実行した。当初は非常に非寛容で妥協を許さなかったカルバン主義であるが、各国で 政治権力により迫害を受けるようになると、寛容を主張して変貌し、近代的な政教分離の主張へとつながった。ニコラウス本不流へ15世紀後半名役者団の間で対立が表面化し始めていたが、飲酒氏として尊敬を集めていた聖ニコラウスの呼びかけによって、諸法は再び結束し、シュタンス協定を結んで、内部構想の調停方法を定めた。 ビルヘルムテルと並んで、スイスの国民的英雄である12世紀末頃までは、新生ローマ帝国辺境に過ぎなかったスイスは、13世紀の初め頃に南北に貫通する街道が開通すると、一点交通の要衝となった。このことによりスイスは、近隣に支配を拡大しようとしていたハプスブルク家と、戦略的価値を重視する皇帝の争奪の的となることとなった。 1231年皇帝フリードリヒに世によって、ドイツ統治を任されていたハインリヒは、ウーリ地方に少々発給し、この地方を帝国直属とした。帝国直属という地位は、帝国都市と同等であり、他の諸公の影響を受けないことから、帝国自由と呼ばれ、国家形成に通じる自治を可能にするものであった。1239年には同じく、シュビーツ地方も、 帝国直属の地位を獲得した。やがて、ウーリ州が自治権を獲得し、シュビーツ州、ウンターバルデン州と1291年に永久名役を結んだ。これは、ラントヘイマレーの延長線上に、域内でのフェーデの制限、禁止を目的としたものであった。ビルヘルムテルの物語は、スイスの国民意識が高まった15世紀中頃により、広まり始めたものである。 1314年冬、放牧地をめぐる争いからシュビーツがアインジーデルン修道院を襲撃すると、これを口実に、ハプスブルク家のフリードリヒ病は1315年11月15日大軍を持って侵攻したが、モルガルテンさんからの奇襲攻撃によって敗北を喫死した。1499年、皇帝マクシミリアン一世がハプスブルク家の古領を回復しようと戦争を、 仕掛けたが、名役者団はこれを撃退し、事実上新生ローマ帝国から独立した。1513年のアペンツェル同盟において13州の形となり、今日のスイスの基本的な国家枠組みの基礎となる13国同盟体制が確立され、この体制が1798年まで維持された。ヨーロッパ有数の軍事力を持つ国家となったスイスは、 イタリア戦争に介入し、1513年のノバーラの戦いで、フランス軍を大敗させ、ミラノを中心とするロンバルディア地方に発見を、確立したかに見えた。しかし1515 15年に、ルイ12世が没しフランスは1世が遠く来すると、同年のマリニアーノの戦いで、名役社団はこの若き王に敗北し、南方へ向けての膨張の夢は継いえた。 スビングリ像チューリヒのリマト川の岸辺に立っている。右手には聖書、左手に体験、兜をかぶり、説教服の下は鎧で武装している、チューリヒ教区説教者フルドリヒスビングリは、説教においては、ブルガタを使用せず、エラスムスの皇帝ギリシア語新約聖書を使用した。やがて旧来のカトリック的信仰理解を堅持する者たちとの間に徐々に疎格が生じ、 ドイツの広大な両方に比べて強小な地域、共同体である関東の内部での対立は、たちまち先鋭化した。関東は、スイス革命により成立した、ヘルベティア共和国の時期に一般化したフランス語由来の用語である。それ以前は、国と呼ばれていた。ここでは、関東と国を区別せずに用いる。年月、樹南節の断食期間が訪れた際、 ツビングリ支持者は集まって乾いたソーセージを切り分けて、食し、聖書のみの考えを実践した。さらにツビングリは、食物の選択と自由の説教を行うと、チューリヒ詩参次会は支持し、チューリヒは、ツビングリの福音主義の拠点となった。ツビングリは、最初にして、最終的な弁明の書を、コンスタンツ司教にあて、明確に、聖書のみを基範とすべきことを表明した。 ツビングリ派とカトリック派の対立は激化したので、中立詩賛次会は1523年1月29日に公開討論を開催し、ツビングリは67カ条の定題で聖書のみの原則を表明し、聖書に根拠がない教皇制度や祝祭日、修道制、独身制、煉獄を批判した。一方で教会の監督は、信徒の集まりが行うべきであるとし、 資産次会による宗教の管理を案に正当化していた。さらに、社会倫理について、神の義と人間の義の説教を行い、これによりこの後の中立ヒにおける改革の枠組みが定まった。すなわち中立ヒでの改革は、都市共同体という政治秩序の積極的な関与のもとに行われた。1524年6月には、市内全域から製造が生物、 ステンドグラスが取り除かれ、12月には、修道院がすべて閉鎖されて資産は関東に接収された。そして1525年3月の復活説を境に、ミサは完全に廃絶され、代わって、福音主義の成番さんが導入された。また、同年6月には、福音主義の資産要請のために、カロリーヌムが開設された。 しかし、ウーリシュビーツ・ウンター・バルデンなどの保守的なカントンは、チューリッヒに対して、旧来の信仰への復帰を求め、チューリッヒを異端と断じて名役からの追放を宣言した。しかし、1528年1月に有力なベルンが福音主義に転じ、1529年2月には、バーゼルで民主放棄が起こり、こちらも福音主義に転じた。 さらに名役社団の外部であるが、近隣のザンクトガレイやコンスタンツでも、福音主義が影響力を増し、福音主義の関東と軍事同盟を結んだ。これを見てカトリック派の関東も宿敵であったはずの、ハプスブルク家も巻き込んで軍事同盟を結成し、両者は同年6月、カッペルノので退治した。一触即発の危機が迫ったが、ここで両者は歩み寄り、 現状維持を約束しては僕した。福音主義に転向した関東は、その信仰を認められるが、カトリックの関東への布教を許されず、その逆もしっかりとされたのである。ここに、信仰の俗地主義、一つの支配あるところ、一つの宗教があるが認められ、スイスは他のヨーロッパ諸国に先駆けて改革派とカトリックの共存する地域となった。マールブルク会談しかし、 ツビングリは現状維持に不満で、福音主義の宣教を軍事的拡張によってでも実現すべきと考えるようになっていた。一方ドイツではルター派は皇帝の圧迫を受けて、存亡の危機が迫っていたため、同盟者を必要としていた。ここにルターとツビングリの利害の一致点があり、1529年10月、ヘッセン崩落、フィリップの圧戦により、マールブルク城で、 マールブルク会が開かれ、ルターとツビングリの間で、軍事同盟と協議の一致が検討された。この会談において、両者の協議の多くの点で一致を見たものの、最終的には、生産論をめぐって鋭く対立し物分かりに終わった。ルターは、生体配慮のパンと武道酒の中に、キリストが実在しているという両対共存説をとっていたが、ツビングリは、 パンと葡萄酒は象徴に過ぎないと考えていた。ツビングリが戦死した第二次カッペル戦争。1548年のハン・ツビングリはその後も強行にカトリック諸州の軍事的制圧を主張したが、ベルンをはじめとする同盟諸法の賛同を得られず、ベルンの提案に従ってカトリック諸州に対し経済封鎖が実施されるに止まった。この経済封鎖により、 カトリック諸州はたちまち困窮したため、軍事力に訴えざるを得なくなり、1531年10月4日、カトリック諸州はカッペルに再度進軍し、これに対してツビングリは自ら、チューリヒ市民軍を率いて溶撃した。この時、カトリック側8000に対し、チューリヒの市民軍は数百に過ぎず、乱戦の最中ツビングリは戦死した。しかし、福音主義派は反撃し、 第一次、カッペルワギをほぼ踏襲した第二次、カッペルワギが締結され、スイスにおける宗教の属地主義が再確認された。スイスにおける福音主義は後継者ブリンガーに受け継がれ、カルバンの登場を待つこととなる。ツビングリはルターやカルバンらのように重要な役割を果たした。ツビングリの思想は多くの点でルターとの一致を示すものの、 ルターとは異なって、人文主義やスコラ学の著しい影響が認められ、ルターのアリューとは言えない。A フランセンによれば、ツビングリがルターの影響を受けたのは1519年のライプツヒ討論以後のことで、しかも非常に限定的であり、1522年まではエラスムズの影響が顕著である。北ドイツの宗教改革に対し、スイスの宗教改革には、 人文主義の著しい影響が認められる。ツビングリの福音主義思想の中で明らかにルターと異なると認められる特徴はその実践的な性格である。ルターは個人的な深い宗教的探求によってその思想を形成しカトリックを批判したがツビングリはより実践的な考慮によってつまり生活上の慣習や社会通念における誤った宗教的理解を批判し 聖書に根拠のない聖人崇拝、修道性、独身性などは廃止されるべきで、生活全般が聖書のみによって規定されるべきで、宗教を含めた生活の監督は、信徒の集まりによって、つまり、教会ではない住民の自治組織によって行われるべきだとし、スビングリは、このような自治組織の権威は神に由来し、聖書の解釈をする権威さえも保持していると考えた。 ツビングリの晩年には、彼の信仰告白を受け入れる都市は、スイスやドイツ南部にまで広がっていたが、死後それらの多くはカルビニズムに吸収された。ジュネーブのサンピエール教会ここでカルバンは、幾度となく、説教を行った1536年、ジュネーブに滞在していたカルバンは、福音主義的改革を導入しようとしていた、ビルヘルム・ファレルに援助を混成され、協力した。 この年の5月、ベルンの援助を受けて、福音主義に転じたジュネーブであったが、未だ改革の糸口についたばかりで、方針も定まっていなかった。1537年1月16日、カルバンラ牧師団は、資産次会に、教会改革案を提出した。直ちに新しい、信仰告白を含むカテキズムが刊行され、市民は、この信仰告白に対して、 先生を求められた。しかし、カルバンダは、この、信仰告白が守られているか厳しく監督したために、市民の間に改革に対する抵抗感が芽生えた。また当初から、資産次会は、カルバンダの主張の中に、協会権を世俗の権力から独立させようとする意図があることに、気づいていた。1538年4月23日新しい、 資産次会が発足すると、カルバンとファレルは追放され、カルバンは、マルティン・ブツァーの勧めにより、ストラスブールのフランス人難民協会の説教師を、務めることとした。この間1539年にカルバンは、ビューレンのイデレッテと結婚した。ジュネーブで、再び福音主義派が勢いを盛り返し、再び昇平を受けて1541年9月13日カルバンは、 ジュネーブへと帰還した。起任早々の9月20日カルンは、教会規定を立法化し、牧師、教師、長老、羊という四職を定め、真剣政治を開始した。牧師と教師は、説教などを通じて、私牧の役割を担い、聖書解釈の問題などについて、定期的に審議した。長老は、牧師、教師と共に監督員を形成して、 市内のどの家でも自由に立ち入ることができる権利を有し、市民生活を監督した。執事は、教会施設の管理と給品を担った。新権政治開始後の最初の5年間に、56件の死刑判決と78件の追放が行われ、反対派はことごとく弾圧された。1559年には、新学大学が設立され、 プロテスタント系の進学大学としては、すぐに、ビッテンベルク大学にまっさるほどの勢いとなった。カルバン氏後の1566年にはツビングリ派との間で合同がなり、スイスの改革派は統一され、勢力を強めた。ツビングリ派から分離発展した最先例派は、その信仰を守る信者のみで共同体を構成しようとし、農村部では、 自治運動と結びつくこともあった。カルバン主義はやがて、フランスでは組織化されて、ユグノー戦争を弱気し、スコットランドにおいては1560年に国教会の地位を獲得した。1600年頃には、カトリック・プロテスタントおのおのの関東のみによる分離会議が開かれていた。しかし、民衆の間で好まれた演劇などを考慮すれば、このような状況にもかかわらず、 スイス人として自由と協調に基づいた国民意識が存在していたことを推測することができる。彼らにとってビルヘルムテルやニコラウス・フォン・フリューエは相変わらず古き良き名役社団の象徴であり国民的英雄であった。ジャン・カルバンその日だけで厳格な性格からか生前から気与方変が定まらないカルバンの政治思想には二つの要点がある。 一つは教会を世俗権力から独立させること、もう一つは世俗権力に教会の目的への奉仕をさせることである。彼は教権と俗権という二本の権は分離不可の関係ではあるが明確に弁別されるべきであると述べた。カルバンはアウグスティヌスに従って教会を神によって定められた独自の権威を持つものと考える。 彼はこの世には見える教会と見えない教会があるという。見えない教会は正しい信徒の作る精神的な共同体で時間と空間の制約を受けない。見える教会は信徒が集まって儀礼や礼拝、説教が行われる場所で、この見える教会においては全員すべてが必ずしも完全な信仰を有しているわけではない。そのため見える教会は 全員すべてを完全な信仰に導くために、規律を必要とし、内部に政治が必要とされるのである。そのため、教会の幹部は道徳を含む世俗の問題に、対しても判決を出すことができる。一方、世俗権力の担い手である国家は、真の宗教を、正しい信仰を広めるためのものである。もちろん、既存国家の中には、必ずしも完全な信仰に合致していない場合も、あるが、 そのような国家に対して反抗することは絶対に許されない。もし抵抗を認めてしまえば無秩序に陥る恐れがあり、またそもそも神の力によって誤った状態は長く続くことはないと考えられるからである。カルバンは理不尽な権力者に対しては殺害しても良いという、ユグノー派のモナルコマキの政治理論の先駆けともされる。ありがとうございます。